米沢隆は、日本の政治家。衆議院議員、民社党委員長、書記長、政策審議会長、新進党幹事長、副党首、民主党副代表、民社協会会長、宮崎県議会議員等を歴任した。鹿児島県出身。ラサール中学校、高等学校、京都大学法学部卒業。1964年、朝日火星入社。 労働組合運動に参加し、全朝日連所記長を務める。1971年、宮崎県議会議員選挙に立候補し、初当選した。1975年に再選。1976年、第34回衆議院議員総選挙に、民社党公認で、旧宮崎一区から立候補し、当選した。以後通算当選9回。 1985年、塚本サブロー民社党委員長の下で、党政策審議会長に就任。1989年、塚本委員長が、リクルート疑惑で辞任に追い込まれ、長瀬英一委員長の下で、党書記長に昇格する。1990年、大内慶吾委員長の下でも書記長に再任された。大内の下で、自公民路線を取り、 自民党の小沢一郎幹事長、公明党の市川雄一書記長と連携して、PKO 法案成立に協力した。このことから、小沢、市川と親しくなった。1993年、宮沢内閣不信任決議案が可決され、第40回衆議院議員総選挙により自民党が、決闘以来初めてゲーした。同年8月、民社党も参画した。 細川連立政権で大内委員長が厚生大臣に就任したため、党運営は初期長の米沢が事実上取り仕切った。また与党代表者会議では、新政党の小沢一郎代表幹事、公明党の市川祐一初期長に補調を合わせ、政権運営を主導した。1994年6月、民社党委員長に昇格。初期長に中野菅政。 政策審議会長に伊藤英生を起用した。同月羽田内閣がわずか64日で総辞職に追い込まれ自民党、日本社会党、新党先駆け3党による村山内閣が発足。民社党を含む旧連立与党は約10ヶ月で野党に転落した。同年12月、民社党を回答し、新新党決闘への参加を決断。 新進党党首選に立候補するが、自民党を離党した、海富都市基元首相や、羽田勤前首相に敗れ、新進党副党首に就任。1995年の新進党党首選では、小沢一郎幹事長を支持し、小沢党首誕生に貢献。その後、小沢の下で、新進党幹事長に就任した。 翌1996年8月、第41回衆議院議員総選挙を控えた、党役員人事で、幹事長を退任し、副党首に昇格。しかし、総選挙に、宮崎一区から新進党公認で立候補するも、自民党の中山茂明に、約3000秒差で敗れ、落選したら一部の例外を除き重複立候補を、認めていなかった。 新進党回答後、民主党に入党。2000年の第42回衆議院議員総選挙でも宮崎一区で、再び中山に敗れる。しかし2002年10月、子が一世の議員辞職に伴い、比例九州ブロックで繰り上げ当選した。2003年の第43回衆議院議員総選挙でも中山に、敗れたが、比例復活死休戦。2004年9月、 民主党副代表に就任。また、旧民社党計議員で構成される民社協会を設立し、同会会長も務めた。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、宮崎一区で中山に敗れ、比例復活もならず落選し、政界からの引退を表明した。引退後は民社党の有力な支持組織であった。 友愛前線同盟の政治顧問及び自身が設立した民社協会の最高顧問を務めた。2016年6月16日に呼吸不全のため死去した。76歳遺没。同日付で聖4位。ありがとうございます。